はい、じゃあ今日の聖書勉強会を始めたいと思います。まずお祈りから始めていきます。愛する天の父なる神様、今日も与えてくださる一日、この時間をありがとうございます。あなたによって守られて、今日も恵みのうちに過ごせたことを感謝いたします。今からこの時間、あなたの御言葉をさらに学びたいと願っております。どうぞ主よ、あなたが私たちに必要なものとして今日も与えてくださいますように、さらにあなたの御言葉が本当に私たちの力となり、糧となり、本当に私たちがさらにあなたの器として整えられる祝福の時間としてください。待ち望みます。感謝してイエス様のお名前でお祈りいたします。アメン。はい、では今日からヨハネの福音書ということで、学んでいきたいと思います。プリントの、まず概要というところを読みますね。この書簡はイエス様の弟子であったヨハネが著者であると考えられています。しかしこの書の中でヨハネが著者であるとは明確には書かれてありません。著者は自らのことをイエスが愛された弟子とだけ言われているだけであって、それがヨハネを指しているのか明確ではありません。しかし様々な理由からヨハネによって記されたと考えて間違いはないと言われています。またヨハネはこの書簡以外にも第1、第2、第3ヨハネの手紙を記し、また聖書の最後の書簡である黙示録も記しました。このように私たちが神様について、イエス様について、また聖霊様について深く知るための必要な資料がヨハネによって記されました。特にヨハネの福音書ではイエス様が神の子であり、すなわち神そのものであり、イエス様を信じる全ての人は永遠の命を得ることができるということをはっきりと証明することを目的として記されているものであります。またこの書の特徴は、他の3つの福音書を補うものとして書く必要があると感じて書かれたものであると言われています。故に他の3つの福音書には記されていない内容がヨハネの福音書には記録されてあります。逆に他の福音書で記されていることがヨハネの福音書では記されていないということもあります。ですから私たちにとっては4つの福音書を全体的に見るということが大切なこととなるんですけど、しかし今回はこのヨハネの福音書のみに注目をして、特にイエスが神の子であり、私たちに永遠の命を与えることのできる唯一誠の救い主であるということに焦点を当てて学ぶことができればと考えています。はい、ということでこのヨハネによる福音書の中心聖句ということでですね、ヨハネの20章開いてみましょう。ヨハネの20章の30節31節、まあここにもプリントにもそのまま書いてありますけども、開ける人は開いてください。ヨハネの20章の30節と31節、これが、このヨハネの福音書の中心聖句、書かれた目的といいますか、それが書いてあるんですね。この書には書かれていないが、まだ他の多くの印もイエスは弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。アメン。はい、じゃあこのヨハネの福音書の学びアウトラインということで見ます。 A、神の子であるイエスの誕生と準備、1章1節から2章12節。 B、神の子であるイエスのメッセージと宣教、2章13節から12章50節。 C、神の子であるイエスの死と復活、13章1節から21章25節、まあ、最後までですね。という流れで、このヨハネの福音書を学んでいきたいと願っております。じゃあ、早速学びの中に入ってまいりましょう。A、神の子であるイエスの誕生と準備、1章1節から2章12節。1番、序文、ヨハネ1章1節から18節まで、じゃあ開いてみましょう。ヨハネの1章の1節から18節まで読みたいと思いますね。ヨハネの福音書1章の1節から18節まで。はじめに言葉があった。
言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方は初めに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。光を闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。神から使わされたヨハネという人が現れた。この人は証しのために来た。光について証しするためであり、すべての人が彼によって信じるためである。彼は光ではなかった。ただ光について証しするために来たのである。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方は ご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。ヨハネはこの方について証言し叫んでいった。私の後から来る方は私に勝る方である。私より先におられたからであると。私が言ったのはこの方のことです。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのである。というのは、律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。いまだかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。はい、ここまでがまあ序文ということで、教えられています。まずこの書ではですね、イエス様の歩みとかメッセージについて、まあ、イエス様がどういう歩みをされたのか、何をされたのか、どういうことをされたのか、またどういうメッセージを語られたのかということを書き記す前に、イエス様とはどのようなお方であるのかということについて明確にするんですね。これからイエス様について、このお方が何を語られていたのか、また具体的にどんな働きを行われたのか、まあ、これからヨハネの福音書を読み進めていく中でその詳細を見ていくことになるんですけども、しかしその前に、それを語られたイエスとは、それを行われたイエス様とは具体的にどのようなお方であるのかを、この福音書の読者に明確にまず示すということなんですね。イエスとは何か、イエスとは誰か、どのような存在か。で、このある解説書の中にはですね、この福音書、ヨハネの福音書はクリスチャンになったばかりの人とか求道者に向けて書かれたものである、まあ、そうも言っていました。クリスチャンになったばかりの人とか求道者に向けて書かれたものであるというふうに言われているんですね。でもちろんそれはクリスチャンとして長く生きている人々にとってもたくさんの有益を与えて、またこれを読むたびに本当に真理に立ち返らせてくれるものでありますね。しかし同時に、この福音書を読み進めていくならばですね、イエス様とはどのようなお方であるのか、そして私たちがイエス様を学んで、イエス様を知って、イエス様を信じることによって私たちにどんな影響を与えることになるのか、それが明確に分かってくるようになって、そして最終的にはイエス様を信じて永遠の命へと至る、このそのような祝福が与えられるようにということなんです。で、そのような最終的な結果へと至るために、まずヨハネが記していることは、イエス様とはどのようなお方なのか、それをまあ1節から18節まで教えているわけですね。ではヨハネはイエス様について具体的にどのようなお方であるということを明らかにしているのかということで学んでいきます。括弧1番、今日は括弧1番で終わりますけども、確認してみましょうね。括弧1番、言葉は神であったですね。もう一度1章1節だけ読みたいと思いますね。
ヨハネ一章一節、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。アメン。まずこの一節を見たらですね、言葉というふうに書かれてあるわけですね。言葉、イエス様とはどのようなお方なのか、言葉だと語っているわけなんです。まず初めに知っていただきたい基本的なことでありますけれども、聖書というものが、聖書全体ですね、聖書全体、この聖書というものが私たちに与えられている第一義的な目的として考えられるのは何かということなんですね。聖書というものが私たちに与えられている第一義的な目的、理由として考えられるものは何かということなんですけども、神様ご自身を人類へ啓示するためという目的です。もう一度言いますね。私たちに与え、聖書が私たちに与えられている第一義的な目的として考えられるのは何か、神様ご自身を人類へ啓示するという目的です。神様とはどのようなお方であるのか、それを人類に啓示する、明確にするという目的が聖書にはあるということなんです。だから私たちは、神様って何ですかって、神様ってどういうお方ですか、神様って本当にいるんですか、神様何をされたんですか、聖書を通してそれを知ることができる。神様はご自身を聖書を通して啓示されたんですね、私たちに。そしてその中でもですね、究極的な啓示って何かということですけど、言葉となってこの世を生きられたイエス・キリストということなんです。他にもこの自然を見たりとかですね、歴史を見たりとかですね、そういうことを通して神の啓示というものが分かるんですけども、神様って存在してるんだなって、神様って今も生きておられるんだなっていうことが、この自然とか見たり、神様創造されたものを見たり、また、歴史を振り返ったり学んだりということで分かるんですけども、また聖書全体を通しても分かるんですけども、しかしその究極的な啓示、それがイエス・キリスト、言葉として生きられたイエス・キリストだということですね。イエス・キリストという言葉によって神様について私たちが知ることができるということですね。で、私たちの発する言葉ね、私たちもいつも普段言葉を発して生きていますけども、私たちの考えている内容、私たちの心にある思いを人々に伝える手段ですね。どれだけ素晴らしい内容について、自分の中だけで考えていたとしても、それを言葉にすることによって初めて誰かに伝わるんです。お腹空いてるのになって心の中だけで思っているだけではお母さんは反応してくれない、ね、お腹空いたよって、ね、言えばわかる。あ、ふみこさん入ってきた。あんなことしたいんですよ、このようにして遊びたいんですよ、私はこんな勉強したいんですよ。私たちの中にある思いが言葉として発せられることを通して、私たちが何を考えているのか、何を思っているのか、それが周りの人々に明らかにされていくということですね。すなわちイエス様というのは神様ご自身を明らかにするための言葉なんだということなんです。
神様の言葉としてイエス様がこの世を生きられたことによって、そのイエス様を見る人々、イエス様の語ることを聞いた人々、イエス様の行う働きを体験した人々が神様について見て聞いて学ぶことができるということです。つまり何を教えているのかというと、この神様とイエス様って一つだということを、この言葉があったという、この言葉という言葉で表しているわけですね。イエス様が、イエス様と神様は一つである。イエス様の行われること、またイエス様の語られること、イエス様の態度、姿そのものが神様ご自身をそのまま表している。神様とイエス様は一つであるということを教えているんです。私の語る言葉は私なんですね。それは一つなんです。私が考えていることがあれば、それを人々に伝えるためにその考えを言葉として表現するんですよね。で、その発する言葉とは、言葉と私とは一つなんですね。それと同じようにイエス様と神様とは一つだと言っているわけなんです。イエス様とは神様の言葉である。だから私たちはイエス様を知ることによって神様を知ることができるし、イエス様を見ることによってそれは神様を見ていることになる。で、続けて一節を見たらですね、ヨハネの一章一節を見ればですね、言葉は神と共にあったというふうにあるわけですね。言葉は神と共にあったとあるんですね。これがイエス様が神の言葉として認められるにふさわしい理由であります。イエス様は神と共にあったんです。神と共におられたんです。で、この意味はただ単に一緒に時間を過ごしてましたとか、一緒の空間にいましたとか、一緒に学んだり一緒に語ったり一緒にその考えを共有していたりという以上のことを言っています。それ以上のことを教えています。私たちは、人間の社会の中で、一つになろうね。そのためには一緒にいること大切だと思いますね。しかし単に一緒にいて、それぞれの考えを分かち合って語り合って学び合ってということをしていても、そこに完全な一致が生まれることにはならないんですよね。そこには自然と人が集まれば違いというものが当然生まれてくるということです。しかしここでイエス様が神様と共におられたということは、私たちが互いに一緒にいるんですということ以上のことを教えているということですね。で、もう少し聖書を読み進めていけば、一章一節の結論ですけど、こうあるんです。言葉は何と書いてある？神であった。イエス・キリストとは神そのものであったという点です。神そのものであるお方が私たちと同じような姿、人間としての姿を持ってこの地上を生きられた。そして私たちに神様とはどのようなお方であるのかということをイエス様が言葉となって、神の言葉となって啓示をしてくださったということなんですね。イエス様とは神様そのもの、故に私たちがイエス様を見れば神様を見ることができる。イエス様を知れば神様を知ることになる。イエス様と神様は一つ、もう完全な一致であります。
そこには少しの違いもありません。わずかな分離もありません。完全な一つです。で、そのようなお方が人となってこの地上を生きてくださった、それがイエス様です。イエス様とは神様であって、その神様、本来神様なんですね。本来は、本質は神様なんです、イエス様ね。本質が神様である、そのお方が人となって、まあ、今から約2000年前にこの地上に生きてくださった、神であるお方が人となられた、イエス様ってそういうお方だと言ってるんですね。ではなぜ神であるイエス様が人とならなきゃならなかったんでしょう。神様であるならば神様のままでその場所にいてよいのに、なぜ、まあ、ピリピ書にも書いてあるんですけども、神であるというものを捨てて地上に人となって生きてくださったということですけど、じゃあ何のためにそうされたのかというと、この地上に生きる私たちが神様についての啓示を受けるためなんです。神様ってどういうお方か、私たちが理解できるようになるために、イエス様があえて人という姿を持ってそれを教えてくださった、啓示してくださったということなんですね。残念なことに、私たち人間は神様のことを知ろうとしても自らの力で知ることできないんです。なぜならば、そのお方とは神様であって、人間である私たちとは違う次元の存在であるからですね。だから私たちが自らの力でどれだけ頑張って神様のことを知ろうと思っても、それはもう不可能な領域なわけなんです。しかし、感謝なことは、神様が、私たちが分かるんじゃなくて、神様が来てくださったんです。私たちに分かる形でご自身を啓示してくださったということなんです。神の一人子である神の御子イエス・キリストを人としてこの地上に使わされることによって、私たちが神様ってどんなお方か知ることができるように、その道を開いてくださったということなんですね。イエス様とは神様の言葉です。神様を表す存在です。なぜそれが可能となるのか、イエス様とは神様と共におられたからです。もっと言えば、イエス様とは神様そのものだったからなんです。はい、またもう一つですね、この言葉ということについて考えるときに、言葉とは力である、言葉とは力であるということが聖書を通してわかるんですね。言葉ということについて、この聖書の中でさまざまな箇所で教えが語られているんですね。2つ確認しましょう。まずはじめに、箴言18章21節。箴言18章21節ですね。箴言18章21節。箴言の18章21節。
箴言18章21節読みますね。死と生は舌に支配される。どちらかを愛して人はその実を食べる、うん、だからこれはこの私たちの舌、唇、語る言葉には私たちの人生に大きな影響を与えることを教えているんですね。もう究極を言っている、生きるか死ぬかということですね。もう天か地かということですね。それを決定するのは私たちの語る言葉によるということですね。私たちが普段どのような言葉を日々発しているのかによって、その人の人生が生きているのか死んだような人生なのかが決められていくということです。だから私たちは極力悪い言葉は発しないようにって意識した方が絶対良いですね。言葉って力なんです。良いことを語っているならば、その良い言葉が私たちの人生を良い人生として作り上げていくことができます。もう一つ、箴言13章3節、同じく箴言13章3節、箴言13章3節、自分の口を見張る者は自分の命を守り、唇を大きく開く者には滅びが来る、うん、すごいですよね。滅びが来るんだってまあ同じようなことが言われているわけですけど、口を大きく開く人は滅びを招く。口は災いのもとと言いますけど、だから私たちが普段語る言葉って本当に気をつけたいものでありますね。でこのことを、まあ、今読んだ聖書を通しても十分わかるんですけども、さらに証明しているものが何よりも神様の言葉だということです。神様の語られた言葉だということです。神様は天地万物を創造されたんだけど、どのようにして創造されたって教えているかというと、言葉ですね。言葉で天地創造をされた。有名ですね、光をあれ、ね、発せられると光のなかったところに光ができたということですね。天地創造の、なんだあそこ、フィラデルフィアにあるね、ペンあのね、ランカスターかにある、うん、なんだあれ、うん、ペンマヒト、違う違う、劇、あ、うん、ミュージカル天地創造の、ね、ミュージカルやってたんです。まあいろんなミュージカルあるんだけど、イエス様とかね、もう今の時期は多分クリスマスイエス様やってんじゃないかな。まあ入れるかどうか分かんないけど、コロナとか天地創造見たことあるよね、確かね、うん、そこでまあ私行ったんだけど、私ははっきり覚えてないんだけど、だけどもうそれがブワー明確に表されていたんです。光をあれ、ね、そういう場面あったの記憶してますね。まあ、ほとんど寝てたという記憶しかないんですけどでも光があれっていうところは何か印象に残ってた、かすかに印象に残ってまあ話を戻して、天地万物の創造の全ては神様の語られる言葉によって実現された。つまりこの神様の語られる言葉には力があるんですね。力なんです。言葉って力なんです。神様が語られるならばその通りになるという実行力というものが神様の語られる言葉にはあるということですね。でイエス様というのは神様の言葉です。すなわちイエス様というお方はイエス様そのものが無限の力を持っておられるお方であるということです。イエス様が語られるならばそこに無限の力が働き、その通りのことが起こる。イエス様の語られたことには虚しく地に落ちてしまうということにはならない。
イエス様の語られた言葉によってそれを聞く人々が裏切られたとか失望したとか後悔したとかそういうことには絶対にならない。イエス様が語られたということならばそれはそのまま信頼に値するものである。何よりもこのイエス様とは神様そのものであるがゆえにその言葉には無限の実行力があるということです。だから 100% 安心して信頼をしきっても良いものだということです。私たちの人生のすべてをそのまま委ねても良い、イエスに我らの人生をかけても大丈夫。特にイエス様はこの福音書の中で何度も繰り返して、このヨハネの福音書の中でね、何度も繰り返して言ってる表現があって、私は何々である、ね、そういう箇所が何箇所かあるんですね。私は何々である、例えば私は良い牧者である言われたんですね。また私は命のパンであるって言われたんですね。またこれは超有名な言葉、イエス様が言ったこと、私が道であり真理であり命である、そう語られているんですよね。イエス様がそう言った。もし私がそんなこと言えばもう立派な詐欺師になることができるわけですね。しかしイエス様はそうではない。神様そのものであるイエス様が語るがゆえに、その語られた言葉とイエス様は一つなんです。イエス様の語られた言葉には無限の実行力があるんです。ゆえに私たちはこれからもイエス様を唯一誠の救い主として安心して信じて生きていくことができる、信じて良いお方、頼りとするべきお方、最後に一つ御言葉を確認しましょう。ローマ10章11節です。ローマ10章11節、ローマ10章11節、聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない。アメン。彼とは神様の言葉、神様そのもの、イエス様ですね。イエス様を信頼するならば失望させられたというそういう結果には絶対にならない。どうぞご安心ください。どうぞ安心してこれからもイエス様信じて平安な人生生きてくださいって、これからも安心して聖書を読み続けてください。大丈夫ですって、神様の言葉をこれからも安心して学び続けていってくださいということです。で、これからヨハネの福音書を学び続けていくその中でですね、私たちはもっとこのイエス様の語られることに信頼を置くことができる、ここに私たちの信頼があるという確信を持つ、そういう信仰者として整えられていくことができるようにと願っているんですね。またもし初めての方が、聖書のことについて、イエス様のことについてまだよくわからないという方が聞いているならば、そう、この方信じてもいいんだよという、大丈夫なんだよという、そういう確信に至ることができればいいなって本当に心から願っているわけです。で、今日はここで学び終えたいと思うんですけど、今日は第1回目ということで、ヨハネの1章1節だけを学びました。このような調子だとヨハネの学びがいつ終わるのだろうかって不安になるんですけど、全て主に委ねていこうと思います。
次回の学びを期待しましょう。お祈りします。愛する天の父なる神様、今日も与えてくださったこの学びの時間を心から感謝いたします。イエスは言葉、神と共におられ、そして何よりも神であった。イエス様が来てくださり、本当に私たちが神様のことを知ることができる、その道が開かれていったことを感謝します。知ることができただけではなくて、本当に今良い関係が結ばれる、信頼関係の中で生かされていること、本当にありがとうございます。これからも私たちがこの御言葉を安心して学び、安心して信じ、終わりの時まで、この御言葉をしっかり握って生きていくことができるように祝福してください。ハレルヤ、感謝します。イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アメン。はい、今日はここまでになります。また次回楽しみにしてください。ハレルヤ、感謝します。